はい、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。この番組は2000年から現在にかけて全日本プロレスで行われた過去の名勝負をご紹介する番組です。今週ご紹介する試合はこちら、2004年の12月5日両国国技館で行われた世界ジュニアヘビー級選手権試合、王者カズ林対挑戦者野沢論外の一戦です。2月21日ノアの東京ドーム興行において武藤圭司選手とともに野沢論外選手も引退ということでですね、バトルライブラリーが今やるべきことは野沢論外選手のルーツをご紹介することと、今回特に使命感を持ってこの試合をご紹介させていただきます。はい、まずはカズ林選手、2002年にですね、当時 WWF と契約していたんですけども、それを蹴って武藤圭司からのラブコールを受け全日本プロレスへ入団してくれました。そこからですね、小島聡選手と組んでヘビー級においても活躍するし、もちろんジュニア階級においても活躍される選手となっていきます。2004年の2月、世界ジュニア王座決定戦に勝利してからですね、ジュニアの絶対王者、ジュニアの象徴として君臨することになります。2004年の9月、世界ジュニア王座の防衛戦が行われ、正田選手を相手に4度目の防衛を飾りました。そしてこの試合の後ですね、さまざまな選手が次の挑戦者は俺だというふうにリング上で名乗りを上げたわけです。その中の一人が野沢選手。この野沢選手を見つけたカズ林選手が一言、野沢お前は論外だというふうに言い切ってしまうという事件が起こりました。この一言をきっかけにですね、野沢選手が激怒してベルトを強奪し、会場を後にしようとしたところに現れたのがアキラ選手。野沢選手からまたベルトを奪い返し、そのベルトをカズ林選手に返還するということで、次の挑戦者はアキラだというふうに野沢選手からしたらこうまんまとも挑戦権を奪われてしまったわけです。そして2004年10月実現したこのアキラ選手との防衛戦にもカズ林選手が勝利し、世界中に王座5度目の防衛戦を果たしたというところで、今回6度目の防衛戦の相手になったのが野沢論外選手なわけですけども、なぜお前は論外だとまで言い切った野沢選手が挑戦相手になったのかをご紹介していきます。もともとは PWC という団体でデビューいたしますが、そこからですね、1990年にリングネームを野沢というふうに変えて、当時正田選手、そして竹村選手らと共に東京グレン隊というチームを結成いたしました。やっぱりこうメキシコでの活動期間が長い選手だったわけですけども、DNA を経て全日本プロレスに参戦したということになっております。はい、そして先ほども言った通り、2004年9月25日にお前は論外だというふうに罵られてしまいました。ここからですね、必要にカズ林を付け狙っていくことになります。2004年の10月、無事この5度目の防衛を果たしたカズ林選手のバックステージにまで顔を出してですね、挑発まがいのことをしたりとか、そんな中で2004年の11月、なんとリングネームを野沢論外に改名するという事件が起こりました。この映像はですね、この後の出てくる煽り V に含まれていますので、ぜひご覧いただきたい。そしてこの2日後ですね、行われた後楽園ホール大会において、またカズ林選手に、次の挑戦者は俺だというふうに数々の選手が名乗りを上げました。その中ですね、またカズ林選手がこう攻撃されてベルトを奪われるというシーンがあったわけですけども、そこに助けに入ったのが野沢論外選手でした。ベルトを奪い返してですね、そのベルトを丁寧にカズ林選手に返還したわけです。まさにこの9月25日の後楽園ホール大会のデジャブを野沢選手が行ったわけです。カズ林選手もですね、強奪されたベルトを、丁寧に返還されたっていうこともありですね、強引ではありましたけども、次の挑戦相手は、野沢論外で良いということにしてしまったわけです。そこから少し時間経つんですけども、このお二人というとですね、2007年の2月以降、高道の選手を含めたメキシコアミーゴスというチームでも活躍していくことになります。イケメンのカズ林選手がお笑い路線にも走るということでですね、結構このチームもね、好評で続いていたんですけども、大体約1年経ったぐらいですかね、最後は鈴木の選手にこう解体させられるというところから、野沢論外選手は2008年の1月に東京グレン隊を復活させ、この同年の4月、鈴木の選手を含めたグレン隊というチームを結成する流れになっていきます。今ではね、ノア所属の選手となっておりますけども、今年アジアタック王座戴冠と、そのまま王者のまま引退してやるといったような発言もありました。そして2023年の2月、武藤圭司選手とともに引退するという予定となっております。はい、当時カズ林選手というと大スター選手、対する野沢論外選手は、コミカルなキャラクターとして認知されているところでした。今でもね、それは変わらないとは思いますけども、というわけで、あまりにもこう実力差はあるんですけども、やっぱりそこはね、野沢論外選手のこの話題の作り方とか試合までの持っていき方っていうのがね、すごくうまく構成されているかなというふうに思います。今回の煽り V 非常に充実しておりますので、ぜひ最初から最後までお楽しみいただければと思います。論外という言葉に野沢は怒った。さあ
そしてベルトを強奪。しかしアキラが入ってきて、そして今無事アキラが取り戻したというところでした。さあ、まあ大野さん、はい、いろんな、あっと今、ねえ、いい試合だった。世界ジュニアに挑戦させてください。お願いします。世界ジュニア挑戦って言ったらお前、マスコミもみんな知ってると思うけど、ほなリング上でお前チャンピオンの数からさ、はい、お前はロング間って全然相手されなかったろ。そうなんですよ。それは僕もいろいろ飛行機の中で考えてきた結果、突然ではありますが、新規って、リングネームを改名したいと思います。なんだそれは新規って改名って。突然ですが今ここで発表させていただきます。野沢論外。さあ野沢がファイナルカットに待った。勝林の技と思ってクワットストーンを突き立てて片指方のクラブ動画カウント、スリーカウント、スリーカウントに、はスリーカウントで持って怪しい。おらお前いつだと最初の戦受けんだ。おらおいお前この間やっぱやったばっかりだろ。何回でやらせろ。おらおいお前こそ論外。さあこのその言葉に刺激されて今竹村襲いかかりました。お、竹村がジュニアのベルトを持ってしまいました。竹村がそのジュニアのベルトを持ってどうするか。コースへ、これもう強奪して奪いました。なんかあのケアの三冠のベルト、そうですね。しかしそれは野沢が奪ってしまいました。お、野沢が、お、これはアキラのような行動ですね。あそうですね。さあまるっきりアキラですよこれは。そうですね。いやこれで決定なんで、 いつですか。いつ、あ、じゃあ両国12月5日の両国、僕と林選手の世界ジュニア決定です。よろしくお願いします。世界ジュニアヘビー級選手権試合、青コーナーよりチャレンジャー野沢論外選手の入場です。ファイナルカットは俺の得意技だ。今日も俺の得意技ファイナルカットでお前をリングの底に沈めてやるぞ。そして俺が第22代新チャンピオンになってやるぞ。そう言わんばかりに入場してまいりました野沢論外。今青コーナーから入場してまいりました。まず林に言われたお前は論外だ、その言葉それは信頼だ。そう言った野沢論外、今リングの中央で自ら書いた野沢論外というその紙を持って入場してまいりました。チャレンジャー野沢論外であります。赤コーナーより世界ジュニアヘビー級チャンピオン勝林選手の入場です。6度目の防衛戦に挑みます。第21
大王者カズ林。今日も気合を込めての入場でありますカズ林。じっと今リングを見つめ、そして入場してまいりました。赤コーナーゲートからの入場でありますカズ林。第21代世界ジュニアヘビー級チャンピオンカズ林、入場してまいりました。カッサズ自在の攻めは今日も健在絶妙、カズ林赤コーナーからの入場であります。試合に先立ちまして、 CS 放送ガオラ常務取締役近藤康夫様より選手権試合宣言でございます。認定証、この試合は PWF が認定する世界ジュニアヘビー級選手権試合であることを宣言する2004年12月5日太平洋沿岸レスリング同盟会長スタン・ハンセン代読。 CS 放送ガオラ近藤康夫常務から今認定宣言が行われたところ、そしてこれからチャンピオンより近藤常務に今ベルトが返還されます。さあこのベルトをなんとか手にしたいこの野沢論外でありますが、お今奪い取ろうというところでありますが、さあ今しっかりと今 CS 放送ガオラ近藤康夫常務の方にベルト返還されたところであります。さあいよいよ決戦の時を迎えます。世界ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負です。世界ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャー210ポイント野沢論外。論外と言われるのは信頼だ野沢論外。赤コーナー第21代世界ジュニアヘビー級チャンピオン190ポイントカズ林。空撃ドラゴンカズ林。和田恭平。両国国技館のリング上、世界ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負を迎えます。さあカズ林6度目の防衛なるか。今ゴング鳴ってスタートいたしました。放送席の解説は社歴24年熱血プロレスティーチャー長野影弘さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況松崎俊夫でバイオレンスにお送りしてまいります。さあ野沢論外の方からチャンピオンに握手を求めましたが、それに応じるかカズ林。ここは握手をしましてフェアに分かれました。さあまずは回っていってファーストコンタクトはどうなのか。リング中央でもって今腕から食らいついていきました。バックを取りましたのが野沢論外であります。後楽園でカズからお前は論外だと言われて、俺も思わず大声ではいと言ってしまいました。心機一転野沢論外でやってやりますよそう話しておりましたこの野沢論外であります。大佐野さん、はい、まあとにかくですねこの野沢とにかくこの今日、勝ってそのタイトルをね手中にしたいとこう語っていましたけれどもね、そうですね。だから今回のね、はい、挑戦のね、うん、あの経緯を考えるとね、うん、やっぱりねあのメキシコアメリカ、あの自分の力でね生き抜いてきたね男のしたたかさっていうのが分かりますよね。論外だと言われてそれをリングネームにしてしまう、あるいはアキラの行動をパクる、クリーンファイトに持っていく、とりあえずチャンピオンの数に気に入られて挑戦権さえ手に入れてしまえばあとは実力で取れるというね。そうですね、本当にね素晴らしい生き方ですよね。本当ですよね、さあまあ、あの東京グレン隊の両者がこれであの、まあ、世界ジュニアのベルトに挑んだことになりますからね。そうですね、だ本当にね、うん、あのちょっとコミカルなイメージのね、あのこの野沢なんですけども、はい、あのまあ、メキシコだけじゃなくて最近はね、あの TNA NWA の方でね、はい、あのファイトしたりとね、うん、あの結構アメリカマットでも注目されてる日本人レスラーなんですよね、だからあの、まあ、あの WWE も目をつけたというぐらいね、はい、あのユニークな男ですね。さあその野沢論外でありますが、まあ、あのカズ林の方なんですが、2004年12月1日青森県の八戸市体育館で行われた2004世界最強タッグ決定リーグ戦の優勝決定戦、まあ、小島聡と組んで、その優勝決定戦太陽ケアのジャマールとぶつかったんですが、24分36秒、まあ、ジャマールサポンドロップで、まあ、カズ林を捉えまして、まあ、残念ながら敗戦という結果になりました。長野さん、はい、まあ、とにかくですね小島コンビ、まあ、連覇なるかというふうに、ね、言われていたんですが残念な結果ですね。そうですね、それは
もあるだけにね、はい、このジュニアだけはね、うん、守ってね、はい、2005年さらに飛躍したいところでしょうね。さあそして場内から何か論外というふうに言われております野沢論外ですが、また握手を求めてますね。さすがに和田恭平レフリー怒ってますねそうですね。さあパートナーであるマサダの方は残念ながらこのジュニア戦一気なものの敗戦という結果に終わりました。絶対に東京グレッターにそのベルトをジュニアのベルトは持ってくるとそう話しておりましたが、さあスライディングしたんですがここは蹴るようになります。カズ林であります。カズ林、さあ今度は逆になんか今日は ねカズの方がねラフに出てね、なぜか不安がね、うん、野沢を応援し、うん、やっかみ半分でね、いい男のカズにブーイングみたいな感じもありますよね。そうですね。さあ、カズ林であります。2004年の10月31日、この両国民館では、アキラの挑戦を退けました。カズ林であります。まあ、5度目の防衛で成功したわけなんですが、カズ林、喝殺、自在の攻め。絶妙であります、カズ林。さあそのカズ林が今度はケブラドラドラ、いや、それをここで回り込んで、テイクの蹴りにここは切り替えました。野沢論外。ハイキックかわした、今度はドラゴンスクリュー。野沢論外であります。シャイニングドロー、シャイニングリザード。野沢論外。おっと、ラブポーズも出ましたよ。そうですね。さあ、ラブポーズも出たところ、野沢論外。ここは飛び技を見せるか、いや、エプロンからリングした。場外戦にここは挑もうというところであります野沢論外。まあね、ファイナルカットといいね、はい、この武藤の技といいね、あるいは高野道の子ドライバーといいね、はい、いろんなものをね、彼に進みますよね。ちょっとこのフェンスでもってのフェンスに膝を直撃しましたね。ちょっと調子に乗りすぎましたかねそうですね。さあ、カズ林ちらっと今レフリーのカウントを見つめました。さあ、リングした。場外戦になりました。カズ林、そして野沢論外。カズ林も絶対にこのジュニアのベルトを手から離したくはありません。長期政権したいところ。2005年、この2005年のマットというものもやはり長野さん、はい、カズ林このジュニア戦線のもちろんトップでいきたい、行きそうな感じもしないでもないですね。そうですね、海援隊道場のね、はい、ベルト持ってますしね、それも2回の防衛に成功してますし、今ジュニア2冠王ですからね。そうですね。さあそのストロンゲスト系も取っていますこのカズ林でありますが、さあここはインディアンデスロックですね、はい。野沢論外がちょっとこれはきついぞ。5分経過。今5分を経過しました。さあ5分経過したところでこの試合は60分一本勝負によって争われています。トーホールド、カズ林、レスラーとしてのその証、それはチャンピオンベルト。そのチャンピオンベルトを手放すときにレスラーは大きな屈辱感を抱くわけであります。その屈辱感だけは抱きたくないチャンピオンカズ林、第21代世界ジュニアヘビー級チャンピオンであります。一方は野沢論外、レスラーであるならば絶対にチャンピオンベルトは手に入れるべき、ならば今日絶対に敗戦の道、それだけは歩きたくない道である、そう豪語するこの野沢論外であります。正面手前、今サードロープ命綱に手がかかりました野沢論外であります。さあ今日の試合、これは長野さん、カズも、まあ、長野さんおっしゃったように少しラフも混ぜて、なおかつそのじっくりじっくりその来てる感じがしますね。そうですね、まあ、今まで散々ね、悪さしてきた、ね、野沢を、ね、きっちり仕留めてやろうというね、お灸を据えてやろうということなんでしょうけどね。さあ、まあ、しかし山口大会でのあのファイナルカット、カズ林の得意技でもってそのカズからホールを奪った野沢論外、とにかくその時もうすぐ瞬間気絶してましたからね。そうですね、石狩からもね、ファイナルカットでね、ホール奪ってますしね、はい、あっと今肩から行きましたね。突っ込んできたところはちょっとまた左の肩口、カズ林痛めてしまったのか。さあそして野沢論外、ここはもう一気に攻めていったい行きたいところであります。2004年はこの野沢論外アジアタッグのベルトにもチャレンジしました。しかし惨敗という結果、
まあまあ、東京グレン隊としてみたらですね、正野さんもとにかくその、全日本さらにはいろんな団体にあるタイトルをもう全部その手に入れたいというね、そんな意気はあるそうですけれどもね。そうですね、やっぱりね、チャンピオンの旨味っていうのはね、はい、海外にいたら知ってますよね、CMLL のね世界ウェルター級チャンピオンにもなってますし、まあ、対するねチャンピオンの数にしてもね、WCW メキシコ、はい、ファイトしてきてますからね、やっぱりチャンピオンでありながらもやっぱりそのありがたみというのはすごい分かってますよね。ベルトに対しては2人ともシビアな考えを持ってると思いますよ。まあ、普通は佐野さん、その日本でその団体のベルトを取って海外に行く、しかし彼らはその海外のベルトを、ね、取ってなおかつ日本のベルトを、ね、狙ってきたという、なりますから、結局日本でも海外でもトップとしていいギャラをもらって食っていくというのが、ね、基本ですよね。さあ、そんな中、王今度は腕を取っている。手この原理でもってこの勝林の左の腕、それを折ろうという体勢を作っています。野沢論外、この試合勝てば浅野さん、論外というのは本当に野沢に対して失礼な言葉かもしれませんね。そうですね。さあ、トップロープを下りして今度は左の腕、ぐーんとその腕を試つけて しまおうというこの野沢論外。今日のね、この、まあ、真っ当なって言ったら失礼ですけどもクリーンな試合を見てもね、そのオールラウンドプレイヤーであること分かりますよね。はい、ラリアットを返してくる。そんで今度はカサドーラ状態から今度はフェイスクラッシャーになりました。カズ林、低空の蹴りを奪います。低空の蹴りからカズ、ちょっと左の肩口赤くなっています。ね、やっぱりさっきの鉄柱へのね誤爆が痛かったですかね。ハンマー落として、肩プルパ、そしてロープランド、セカンドロープからうっと、しかし剣山待っていた。ムーンサルトに行こうと思ったんですが、ただちょっと野沢もね、はい、膝ダメージあるんでね、はい、ちょっときつかったですね。さあ、これは、まあ、スティフキックに行こうと思ったのをブロックしました。今10分経過しました。今度はWA4に行った。そのまま片指固め、抑え込んでいってツーカウント。さあ、カズ林、そろそろ得意技をここは連発して野沢論外を封じようというところであります。ロープに今度はカズ林、これカズ林の飛んでくる技すべてこれ論外見てますね。そうですね、さっきのライオンサルトにしてもね、はい、今の蹴りにしても今のパターンだとエルボーもありますしね、うん、蹴りもあります。ちゃんと見極めてドロップキック当てましたね。いや、研究してますよやっぱり。そうですね。さあ、じっくりじっくりいっています。今度はパンチで来る。しかし胸板を張ります。野沢論外、エルボーできます。カズ林がエルボーで来る。野沢論外はロープ折りしてくる。さあ、そして一発トーキック、今度はトーキックから今度ヒールキックに切り替えます。カズ林、さあ今度はおっと、3セットに切り替えた。抑え込んでいって、カウントはどうか。2カウント、3セットは2。足を取ります。今度はどうか、んラ・マヒストラル、マヒストラで抑え込んでいってカウント、2カウント、2で返します。低空の蹴り、さあ間髪入れずに来るのか野沢論外。あ、これは下道クラッチですね。あ、本当だ、抑えてカウントは2カウント。これはね、固定されるとね、首がね、決まってしまってね、返せないんですよね。はい、さあ今度はどうか、これちょっとリンギーナかな、どうかな、押さえて。そうですね、形としてはね、はい、グランドのマンジと同じ形でなってるんですよね。はい、さあ野沢論外、ここはルチャ殺法を少しずつ見せてまいります。野沢論外であります。締めていって、うん、まあ渡るふりの今のカウント、これはもう当然のこと。レスラーはそのキャンバスに肩がつけばどんな技をかけている時でもカウントが入ります。さあ、なっていてはいけないんですが、しかし慣れたくなりますね。そうですね、やっぱりね、いろんなもの持ってます。あ、行きますかね、これ、ね、ファイナルカット、ファイナルカットにて、ファイナルカット、片指が手も最後までいって、2で返し、そうですね、1で返しましたね。
このまま蹴り見舞っていった、押さえ込んでいってカウントはどうか、テールカウント9で返しました。いやいやこれはカズ大技ではなくてその小さい締め技から一気にこれファイナルカットきましたから、さあ今度は後ろ回ってローを蹴ってくる。さあカズ林またダブル A4 を見舞ってくる。さあダブル A4、 しかしよっとロンが起き上がった、ロンが起き上がってくるがどうかどうか、そのまま道のくドライバーで来る。そうですね、ロンが呼ぶドライバー ROD ですねはいはい、さあボディ蹴っていって、さあもう一発来るぞ、そのままロンガイドライバーできて片指固め、封じてチャンピオン危ない、2カウント返しました、2で返した。さあいやでも勝負どころでのねこの攻めの速さはすごいですよこれ、数ピンチですね。そうですね、新チャンピオン誕生となってしまうのか、投げっぱなしのジャーマン、しかし倒立、後ろにくるんと回り込んでいった、カズヤシバックを取っていったかどうか、ナットショット、ナットショットから、おこれは抑えて危ない危ない、和田レフリーのその左の手は本当にもうスレスレのところでした。今のはね足を4の字に固めてましたからね、よく返しましたよね。あもう一回いきますかね、しかし引きつけていったバックを取りました。さあレフト方向からのアップ、もうこれ落とし込んでいった、どうかカウントがいっていって、カウントは2カウント。いやあの体の前面を叩きつけていった形ですよね。そうですね、さあそしてダブル4、さあここでファイナルカット、本家本元ファイナルカット、抑えて抑えて3カウント、チャンピオンタイトル防衛成功、勝者カズ林、カズ林のサバロンガイをファイナルカット、タイトル防衛に成功しました。まあ、あの WA4 をかなり断ってましたけれども、長さん。そうですね、はい、まあ、WA4 もね、はい、カズにとっては大事な技ですよね。そうですね、しかし最後はやっぱりファイナルカットで締めなければこの試合はね、やっぱ収まらないですよね。そうですね、正式タイム出ました、14分47秒、ファイナルカット、見事チャンピオンタイトル防衛に成功いたしました。続きまして世界ジュニアヘビー、さあ、そして今 GS 放送ガオラ近藤康夫常務から今チャンピオンベルトストロフィーが授与されましたが、おミニラブマシンが来ました。さあチャンピオンの背後からマイクを持ってミニラブマシンがやってきた。カズ次は俺だろうよ、おい俺だろう、おいおい、おっさんちっちゃいのは黙ってろ。おいカズ、1月10日海援隊道場後楽園ホールで俺とお前のシングルが決まった。せっかくだからよ、そのピカピカのベルトもかけてくれよチャンプ。だがお前は論外ではなくふさわしいチャレンジだ。日時場所を全てお前のやりたいところでやってやるよ。次のチャレンジャーはお前だ。さあそしてその言葉に威張った感じ、ミニラブマシンが襲ってくる。さあそしておこれが誰だ、これが誰だ、おっと違うマスコマンなんでしょう、これはちょっと見かけない、おフィッシャーマンズマスター、これは誰なのか、おちょっとこれは今の技はね、フィッシャーマンバスターズカードといえばね、誰なのか、ちょっとまたマスクマンが入ってきてカズ林チャンピオンを起こしました。さあ一体このマスクマン誰なのか、あーっとステージ2位に割った、2位に割っていってストンピング、ストンピング、ゴングが乱打されてますが、いやこれは石狩太一も入ってくる、石狩太一が入ってくる、石狩太一、この謎のマスクマンロープで振ったんですが、あまたしてもこの全日本マットに謎のマスクマンが出現いたしました。あおいお前なんだそのマスク、
お前ベイダーか。まあさっきの技で大体誰かわかるけど、あんたがな、欠場してる間にな、もうあんたの戻ってくる隙間はもうなくなってんだよ。そんなに戻ってきたいんだったらな、俺が相手してやるよ。そして俺が欠場に追い込んでやる。あいさん、やつに勝ったらそろ世界ジュニア挑戦させてください。え？Anyway、カズ林はチャンピオンとしてあり続けます。さあ、という西上太一のマイクだったんですが、大阪さん、どうですか？そうですね、まあ今のマスクマンもね、まあ石川にしてみれば金型龍二だというふうに見てるんでしょうけども、はい、まあちょっと石川のこれはちょっとかわいそうですね。あのマイク持ってきたところはね、マイクアピール石川苦手なんですよね。だからもう客からマイク持ってたという声もあったんですが、でも持つということは本人はね、そうですね、決死の覚悟だったわけですよ。ちょっと数に受けてほしかったですけどね。はい、チャンピオンが見事タイトル防衛成功した一戦、実況でお伝えしてまいりました。野沢を論外と言って、はあ、すまなかった。お前は論外じゃないよ。これからの全日本ジュニア楽しみにしてもらいたい、これから、自分にとってもそうですけど、本当の戦争が始まるって。はい、というわけでこの試合はカズ林選手の勝利ということでね、大スター対コミカルキャラクターっていうような試合だったので、まあ大方カズ林選手が勝つんじゃないかなというふうに当時の観客の皆さんもね思われていたと思うんですけども、ただそこをね跳ね返すぐらいの野沢論外選手がどんどんこうカズ林に迫っていくというようなね、普段の野沢論外選手からこう感じられないような気迫だったりとか、あと一歩まで追い詰めるというその緊迫感、非常にねこうプロレスとして楽しい面白い一戦だったかなというふうに思います。2月21日、野沢論外選手も引退ということでね、今回このルーツのある試合をお届けできたことはすごく個人的に満足しております。来週の試合はですね、同じく引退される武藤敬司選手のこれまでのヒストリーの中でも非常に重要な一戦をお届けしようかなと思います。2004年10月31日、武藤敬司デビュー20周年記念スペシャルマッチ、三沢光晴武藤敬司組対佐々木健介長谷宏の一戦です。この試合はですね、バトルライブラリーを始めて当初からですね、非常にリクエストをもらっていたんですけども、まあやっぱりこれぐらいの試合であるとですね、いつどういう脈絡で紹介するかというところもね、なかなかこう考えあぐねていたわけです。しかしここに来て、まさかの、バトルライブラリーより先に武藤敬司が引退ということに合わせてですね、いよいよこの試合を、紹介すべき時が来たかというふうに思っております。今ではね、ノアの看板となった武藤敬司が、その昔、ノアの象徴である三沢光晴と組んでタッグマッチを行ったこの伝説的な一戦、来週までお楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。